檜山から大森にタッチです。さあダブルの攻撃が出るのか。エルボー、ピストドロップエルボー、上地方に固めた大森。徐々に志賀のスタミナが奪われてまいりました。この志賀の左の方を見ますとちょっと傷が残っています。そうですね、実は1月のその9日の鹿児島大会でその作った傷ということで、まあ、本人は全くその傷は痛がっていないということなんですが、まあ、こういった傷をものともしないその気合の入り方がね、あの試合以来ですね、毎回要するにその切れるたびに、試合やるたびに切れちゃって、そうですか。要するにどうしても顔とかマットに擦れたりいろいろしますんでね、なかなか傷が皮膚がつかないんですよね、ただ我々が見ておりまして大丈夫ですかということを聞きましても、もう全然心配ないです、痛くないですという返事が返ってきます。それだけ今回のこのタックリーグ戦への気迫のみなぎり方というものがいつもとは違います。さあどっかりと腰を落としていきました。ブルーのショートタイツの秋山のお尻の部分が非常に大きく見えます。田上がカットに入ります。今のところやっぱり田上選手も分かってますよ、かなり志賀選手にダメージが来てるなっていうのを分かってますからね、この辺りが普段からの師弟関係、弟分のピンチとミリア、先輩の田上が救いに入りました。右リフト、さあ返せるか、フォアでクリカー、3人目のクリカー、志賀、さあ先輩に託した田上、さあ今度は大森が立ち向かう番です。エルボースマッシュ、バイキック、一発の重みは大森よりもやはり田上です。ニュートラルコーナーに振った、ラリアット巻きついていった、 DDT 一回転しました。大森30分一本勝負で争われます公式戦です。さあ抱え込んで、さあ持ち上がるか、なんとかこらえた大森、ハンマーを振り下ろしていった田上、今度は秋山がカットに入った、ショルダースルーで返します大森です、はい、さあトップからは秋山、エルボーでいった、ダイビングのエルボーです。さあノーザンライトの体勢はエルボーで田上がカット、ノーテンチョップを振り下ろしていった、ロープに飛ばして田上、ハイキックをかわした秋山、ラリアットもかわして、さあ何が出るんだ、エルボー、ハイキック、ラリアット、おっと胸を出して最後田上、ロープに飛んだ秋山、あっ、ノルワノルワ、秋山ピンチ、かわした、ハイキック田上、勝負タイムは15分経過、さあ田上が抱えて、あーオム、さあエプロンから志賀が振ってきた、ツーカウントです。さあ田上が大森をカット、リングの中は赤の勝負バイスの2人の、さあセカンドロープからスイングスキリリティー、さあどうだ、ツーカウント、もう一つが欲しい、しがバックに割った、エルボーでカット秋山、もう一回巻きついたしが、さあ東証で連打したしが、ロープに飛んだ、エルボーもう一回、エルボーバックに割ったジャーマンスープレックスホールド、ツーカウント、志賀は決してパートナーの田上を頼りません、一人でこの秋山大森に立ち向かっています。スイング式 DDT を返された、ラリアット、志賀の首が折れんばかりの音がしました。コーナートップから大森ドロップキック、ミサイルキック、さあコーナーの田上を蹴散らした、リングの中は秋山と大森、そして残るは志賀一人、ニュートラルコーナーに志賀を振った、まずは秋山ジャンピングに逃げるキック、さあここで志賀が
志賀がもう一踏ん張りを見せるのか、輝いた、さあ、あっと側頭部にエルボー、そのままジャックナイフで固めた、ああ、返した、返した、付け返した、タイヤの角度をまたずして志賀が返した。明日の育成、まさに明日の選手を育成するこのタッグリーグ、志賀君奮闘。あっと、これは変則的に行動を持っている。しかしタウエアカット。おっと、ここで大森が引っかかってきた。秋山ドロップキックでタウエアをエプロン、さあリングの中では大森、志賀をフリースラム、リパットを外した。さあコーナーのトップを狙い、すでに右膝、右パットは外れている。エルボー、さあどうだ、いいドロップを出していった。最後はダイビングのニードラップ、カウント3を奪いました。大森高尾、膝のイーパットを外してコーナートップからのニードラップ、がっちりと握手を交わします。大森秋山、心が走り出す。去年の平成9年の全日本プロレスは群雄割拠、戦国時代突入と形容されました。5月のスーパーパワーシリーズでこの小橋健太が超世代軍を脱退して新ユニットゲットを結成、それに追随するようにこのウィリアムスがトップを結成いたしました。全日本プロレスの勢力地図を去年書き換えた張本人がこの2人、小橋健太とスティーブ・ウィリアムスであります。さあ押し込んでいった小橋健太、逆水平だ。いつものように挑発的なこのウィリアムスの表情、逆水平だ。さあ逆水平チョップの応酬だ、打っていく、耳そぎ耳そぎ耳そぎ、連打連打、ロープに打って、おっと効いていないというアピール、ロープに飛んで、これです、これなんです、スティーブ・ウィリアムスの圧倒的なパワー、118キロの小橋健太をこのように軽々と投げ捨てと、テースにも行ったぞ、モスマンにも行った、 OBA を切ります、トライアングルパワー、チームトップ。いやしかし解説の桃田さん、はい、いつ見ましてもこのウィリアムスのパワーというのは、そうですね、圧倒的なものがありますね。本当にこのシリーズもですね、より以上になんか、はい、パワーがついてるような感じを受けますよね。そうですね、さあこのトップとゲットの両チームが勢力地図を去年完全に塗り替えました。新ユニット結成以来の世界タッグのタイトルの移動を見ればその事実が一目瞭然です。5月の27日、小橋エース組が新ユニット結成の直後に川田田植え組から世界タッグの タイトルを奪いました。そして7月の25日、今度は新ユニットトップを結成したウィリアムス組が小橋組からタイトルを奪いました。さらにさらに10月の4日に小橋組がタイトルを奪い返して現在まだ至っているということになっております。さあ力比べの体勢、力比べの体勢だ。小橋とウィリアムス見応えがある、押し込んでいった、押し、おーと返した。さあ日米を代表する力自慢の2人、あーっと膝をつく、膝をついた小橋、こっから行くか、こっから行くか、ここから行くのか、ここから行った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 ぞ。さあ胸をつける、譲らない、譲りません。さあ行った行った、さあぐっと、おーっと素晴らしい驚異的な背筋力、ウィリアムス、おっと、うわーっとそのまま投げていった。いやいや、いや
桃田さん、この、はい、日本とアメリカを代表する力自慢の2人ですからね。そうですね、本当にウィリアム選手の場合にはもちろん練習もありますけどね、はい、ナチュラルの部分がものすごい大きいんですけども、先生のものですか、で小林選手の場合には練習に練習を重ねて、はい、つけてきた力ですからね。この2つの力がぶつかり合うと本当迫力ありますよね。波の背筋力ではありません。さあ、いった、さあ、いったぞ。ジョニーエースです。ジョニーエース対スティーブ・ウィリアムス、かつてはタッグパートナーでした。さあ、ここでゲイリー・オブライトに試合の権利は移っております。本シリーズ横浜大会におきまして世界タッグの防衛戦が控えております。ジョニーエース、川田田植え組の挑戦を受けることになっております。さあ、かつてのタッグパートナー同士がロープを挟んでのこぼおっと、ゲイリー・オブライト全体重をこのジョニーエースの後頭部に浴びせていきました。試合時間5分を経過しております。シックスメンタッグマッチ新春ジャイアントシリーズ第7戦博多大会のメインイベントです。小橋健太、ジョニーエース、マウナケア、モスマン組対スティーブ・ウィリアムス、ゲイリー・オブライト、ウルフ・ホークフィールド組。ハイルドライバーからカバーは危ない危ない、カウントは2つ。現在試合の権利があるのはゲイリー・オブライトと、そしてブルーのショートタイツがジョニーエースであります。このね、はい、ある意味ではこのゲイリー・オブライト選手のですね、はい、この背筋力っていうのは今うちにで試合してる選手の中で一番なんじゃないですか。ナンバーワンですか、というのはですね、はい、彼は引き抜くっていうか、この抜き上げる技がものすごいパワフルなんですよ。ですね、それが要するに下からでもバーンと抜き上げますしね。あれはもう背筋力は全然絶対できませんから。なるほど、ゲイリー・オブライト、その圧倒的な背筋力で今日もスープレックスを見せていくんでしょうか。さあ、試合の権利はマウナケア・モスマンに移って、おーっと強引、力任せに打っています。強引さが怖いんですよね、受け身が取りづらいと選手はよく言いますね。さあ、そしてウルフ・ホークフィールドです。去年の最強タッグ決定リーグ戦からマスクを脱ぎ捨てまして、今最も勢いのある選手、ウルフ・ホークフィールド。さあ、固めたぞ、固めたぞ、カウントは2つ。いや、桃田さん、このウルフ・ホークフィールド、はい、去年の年末から、はい、リーグ戦でも大暴れしました。そうですね、今やっぱり自分がものすごい乗ってる時期だと思いますよね。そうですね、そして今シリーズでもジョニー・スミスとのコンビでアジアタックに挑戦いたしまして、秋山大森組の13連覇を止めております。元気のいい勢いのある選手、ウルフ・ホークフィールド。そうですね、アジアの選手権を取ったことによって、はい、これから今度世界の要するにだんだん強敵が移っていくんじゃないですかね。どんどん活躍の場が広がっていきます、ウルフ・ホークフィールド。さあ、マウナケア・モスマンです。対角線で浴びせていった、これをかわした、強烈なキック。さあ、モスマンも負けてはいない22歳の若い世界チャンピオン、マウナケア・モスマン。今シリーズの1月25日横浜大会ではリッキー・サンタナの挑戦を受けまして2度目の王座防衛が待っております。さあ、速いタッチワークです。赤コーナー、小橋健太、ブレインバスターの体勢。小橋独特、対空時間の長いブレインバスターです。まだ落としません。した、これは桃田さん、はい、対空時間を買うカバーは対空時間が長いとかなり頭に血が上った。そうですね、相手がちょっと方向感覚的にもいろんな面で麻痺するわけですよ。なるほど、その間にバーンと落としますからね。要するにまともに受け身が取りづらいということもありますね。あ、そうですか、さあ、そのブレインバスターを食らって今度はボストンクラブに移行しようという小橋健太です。今シリーズの1月25日の横浜大会、
川田田植え組の挑戦を受けます世界タッグ王者コンビ。あーと小橋健太よく見ていた、オブライトにも進めた。さあ完全にチームを分断しました小橋。小橋が行った、ジャンピングリー、ハイキックはエースだ、合体か、合体か、エースクラッシュ、トラップ、合体。さあ、カバー、どうだどうだ、カバーはどうだ、ツーカウントです、ツーカウント。返しておりますウルフ。さあ、現在ノリに乗っているウルフですが、この時間帯捕まっております。4人エースの逆水平、そしてエルボー、オブラツイストです。194センチのジョニーエースが190センチのウルフホークフィールドにコブラツイストを仕掛けていきます。体が大きい選手同士だけに非常に豪快なコブラツイストとなっております。さあ見かねて青コーナーからゲイリー・オブライトが飛び出しました。試合時間10分を経過しております。小橋エースモスマン組対ウィリアムスとオブライトウルフ組のシックスメンタックマッチ、メインイベント博多大会です。ドロップキック、そしてカバーだ。さあ22歳の世界ジュニアチャンピオン、元チャンピオンの桃田さんに聞きます。いや桃田さん、この22歳で世界を取るというのはこのマウラヒアドスマン選手、素晴らしい。やっぱりもちろん素質がなければできないことなんですけど、やっぱりあのチャンピオンになってからですね、はい、よりキック系統がですね、ドロップキックにしてもそうですが、はい、それからスピンキックにしても、はい、より威力を増してきたように見えますよね。切れ味がかなり、切れ味がものすごい良くなってます。先ほどもクリーンにヒットしておりました。さあそのマウラヒアドスマンから小橋健太に試合の権利は移っております。逆水平です、世界タッグチャンピオンの逆水平です。アジアタッグチャンピオンのエルボーだ、ハイキックだ。小橋、第63代のアジアタッグチャンピオンのウルフ、ハンマーを落としていきました。ジョニーエース、ニュートラルコーナーキックです。ニュートラルコーナー、今度はかわしたバックを取った、エルボーでエスケープ、ラリアットだ。おっとどうしたか、エース顔をしかめております。ちょっと先ほどの着地の時にどこか痛めたんでしょうか。体当たり、体当たり、おー、肉体そのものが大きな武器です、このスティーブ・ウィリアムス。ジョニーエース対角線に振っていって浴びせていった。さあもう一度か、バックを取った、バックを取った、危ない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 、おっと今度はどうか、どうだ、スパインバスターショートレンジで振っていった。カバーは2カウント、おっとこの時間帯10分を過ぎたあたりからジョニーエースの動きが止まっております。リング上、さあおっと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 、エースクラッシャー、一対一だ。一瞬子牛の暴走が始まるかと思われましたが、エースクラッシャーで返しております。さあそして小橋健太です、ジャンピングリーバックを取ったぞ、ジャーマン、ジャーマン、肩がついた、ツーカウント。今ちょっと甘かったですよね、ちょっとかかりが甘かったですね。さあリングのほぼ中央で挟んだぞ小橋、さあ抜けるか、引っこ抜けるか、小橋、ああ返していきます、返していきます。逆水平、耳そぎかわした、スパインバスター、あと無理はしません。ウィリアムス、ゲイリー・オブライトに試合の権利を譲り渡します。ニーリフト連発でいったいと、これですね、あのオブライト選手 の、 あの威力はね、はい、スープレックスを打っていきました。
さあ負けじと小橋、さあ脇を取り、脇がダメ、さあと危ない、入った入った、腕ひしぎ、あ真裏ケアボスマンガカット、思わぬところからスープレックスを打っていきます、このゲイリー・オブライト、そして関節技も得意です。エルボーだ、回転の耳そぎチョップ、もう一発かました、さあどうだ、掴むか掴むか、さあ踏み出そう、危ない危ない危ない、各種のスープレックスを使います、このゲイリー・オブライト、その中でも最も威力があると言われているブルネルソンのスープレックス、さあ赤コーナートップロープから浴びせていきます、カバーに入った、2カウント、キックもう一発、あーと3発目はかわしました、ハンマーを落とす、エルボーだ、さあ対角線に振って、おっと、あーっといった、 SDF エースも入ります、いやしかしモンスター今のものすごい早いですね、 SDF に入るのも、ね、オブライト選手が相手の動きがものすごい見えてるように見えますね、はい、今の感じを見てますと、速い動きのモスマン選手の動きを全部見切ってましたもんね今、さあおっと DDT、 これは豪快、おっと危ない危ない、カウントは2つ、試合時間15分を経過しております、60分の一本勝負です、メインイベント、さあ真裏ケアモスマン、もう来た、ノーザンライトロー、もう危ない危ない、これもカウント2、さあトップロープが近いぞ、ボディスラムからセカンドロープからだ、プレスです、ボディープレスから固めだ、カバーはおっと、カウントは2つ、2カウントです、エレボーもう一発、ロープのハンドを利用して、あっとこれはよく見ておりました、カウントは2つ、さあ小橋健太が場外です、小橋が場外、試合の権利があるのはモスマンとウルフ、おウィリアムズ行った、オブライトはウルフを振ったぞ、3対1の対戦、パワースラム、さあ真裏ケアモスマンピンチ、トップロープからエイターダイビング、ボディブレザーボーダー、小橋健太がカットイン、いや今のは危なかったですね、全てがいい角度で入ってましたからね、小橋健太のカットが間に合いましたが、いやーとこれは分断、これは分断、サーブドロップ、サーブドロップ、展開式、これはどうだ、もちろんどうだ、スリーカウント、最後はウルフホークフィールドの18番サーブドロップが展開式で炸裂いたしました、どこにある、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。